イリフリード・ボニーは、コートジボワール・バンジェビル出身のサッカー選手。サウジプロフェッショナルリーグあるイテハド所属。ポジションはフォワード。ボニーは、コートジボワール・プレミア・ディビジョンの石ワジでプロデビューを果たし、16試合に出場して6ゴールを挙げた。2007年には、リバプール FC のトライアルを受けたものの、契約には至らなかった。2008年はじめには、 AC スパルタプラハにローンされ B チームでプレーを始めた。この時に CFL 優勝を経験している。ボニーはクラブと正式に契約を交わしトップチームに加わった。スパルタでは通算59試合出場22ゴールを挙げ2010年にはガンブリヌスリーガとスーパーカップ優勝を果たす。2011年1月30日。 410万ユーロでオランダのフィテッセに移籍。契約期間は3年半。デビュー戦で早くもゴールを決めた。2012から13シーズン31得点を挙げ、得点王に輝くなどクラブの4位進出に貢献した。2013年7月11日、スウォンジーシティ AFC への移籍が決定した。移籍金はクラブ史上最高額となる1200万ポンド。 2013から14シーズンは移籍後初年度でありながらプレミアリーグ34試合に出場し17ゴールと得点を量産した。2015年1月14日、マンチェスターシティ FC に4年半契約で移籍した。2015年3月21日、プレミアリーグ第30節のウエストブロムウィッチ戦でマンチェスターシティ移籍後初ゴールを記録した。マンチェスターシティでは ポジション争いに苦戦し、2017年8月31日に、フルスのスウォンジーシティに復帰した。生命に関してはいくらか混乱が見られるが、父親の名前はアメデシェミズ・ボニーであり、従って生はボニー、名はウィリフリードとなる。ありがとうございます。